はい、こんにちは、カメラマンのグッチです。今日はですね、高級コンデジ VS iPhone ということで、こちらのね、ソニーの ZV-1 と、こちらのリコーの GR3、 そして、ちょっと古いんですけども iPhone XS のライトルームカメラで、静止画の対決をしたいと思います。こちらの3つのカメラを用意しました。で、比較するのは5個ですね。で、それ、1つ目が風景で、2つ目が接写、3つ目が望遠で、4つ目がダイナミックレンジで、5つ目がポートレートの順番で、3つのカメラで比較しようと思います。 ZV-1 が、画素数が2100万画素なんですね。で、 GR3 の画素数が2423万画素。で、iPhone XS が1200万画素です。5つの比較をしようと思います。グッチーチャンネル。はい、ZV-1 で夕日 2.8 で撮りました。で、この時に次はじゃあ ZV-1 いきますか。ちょっと順番は順不同で携帯でいきます。これもオートにしてるんで、噴水行ってみようか。はい、噴水が出てくれればいいけど。あ、出てきた。噴水、加速スピード速くして噴水がどんな感じで来るかっていうのを見ます。水しぶきが来るの、うん、今逆光なんで。あー、来ちゃった。また来るんじゃないっすか。びっくりした。犬の糞かと思ったらコンクリートです。風景とか、あ、ここはここ。はいね。5時で今お台場、この夕日こんな感じ。いい景色、めっちゃ綺麗だね。きっと子供がここに置いてきたやつを撮るそうです。2個目拙者です。じゃあ次拙者撮りまーす。で、GR3 が拙者モードがついてるんでかなり寄れる。これでは寄れない。これこんぐらいか、こんぐらいかな。これここまで寄れちゃいます。ZV-1 の方は拙者モードっていうのがついてない。ズームしてピントを合わせるしかないんだけど、拙者はできないから近づけないんです。で、これ今 70mm でズームしてあるんだけど、
ピントが合う距離感がここだね。ここでやっとこうピント合う、この距離感があるってこと。ライトルームカメラです。ライトルームカメラ、あのほら iPhone が下にレンズがあるから、レンズ下から撮った方がいいかもしれないね。なんで？上だと上から松ぼっくりを見下ろす写真になっちゃうから、こういう感じね。だから下から撮った方が松ぼっくりと同じ高さから撮れると。で、どこまで近づけんだろう。ピントが合う位置を探してます。ここか。ピント合わせるのがライトルームカメラだとむずいな。これ合ってるかわかんないけど、まあこれでよしとしようと。はい、次はね、ちょっとね、撮るお花とかちっちゃいものがなかったんで、この、手すりをちょっと撮ります。シアモードがついてるから、GR はちょっと楽しいわ。なんかふと、なんか小さいものを撮りたいなと思った時に、めっちゃ寄れるから。このまま次望遠行っちゃいます。 GR3 の望遠が確か28、30、50だね。クロップで50ができるんで、ちょっと接写モードだったので改良して、望遠 GR3 でできる最大の望遠を撮ってくります。はい、いやちょっとね、明暗撮ろうと思ったんだけども、結構暗くなってきちゃったんで、ただあそこは今逆光になってるんで、あの逆光でどんな感じで、明るいところと暗いところが撮れるかっていうのを、あの感じで、今撮っているのちょっとあれなっちゃう。めちゃくちゃいいですね。綺麗だね、夕日が。次に、ダイナミックレンジで明るいところとは明暗の差の部分取れたんで、次最後ひろみちゃんを撮ります。まあ夕日のエモい感じは撮れるんかもしれないけど、ちょっと巡光で真っ昼間のあのめっちゃ明るい光があのモデルに当たったのをちょっと撮りたかったんだけど、なんか歩いてたらこう暗くなっちゃってね。ちょっとあの上まで、あそこまでちょっと行ってみようかな。もう結構暗くなってきたな。もうちょっとで軽く俺チラ見するみたいな。髪の毛をちょっとぼかす雰囲気や、クロップで 35mm でぼかそうとして、チャンネル。はい、ということで、ZV-1 と GR3 と iPhone XS の Lightroom カメラの、比較を撮ってみました。現像した写真を見せようかと思います。一応全部同じ、構図画角の、
写真を撮ってあるので比較ができるのではないかと思います。今回使ったのがこちらの、ソニーの、ZV-1 ですね。次がねこの有名なリコーの GR3 ですね。最近新しいの出たんですけれど もうこれは不動の、名機と呼ばれているコンパクトデジタルカメラです。今回は初めからついているカメラアプリじゃなくてライトルームカメラでやったということがポイントですね。これ1個ずつあのシャッタースピードと ISO 感度が選べるんで今回それで比較してみました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひともよろしくお願いします。またなんかこんな写真動画撮ってもらいたいっていうのがあったらコメントの方お願いします。ありがとうございました。ということで番外編をちょっとやってみました。ダウ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 。はい、見てくださいあれ。キャーン。東京タワーとレインボーブリッジ。今の時刻が、18時25分。ということで、さっきのね ZV-1 と GR3 と、iPhone XS で、夜の撮影をねあの高感度の撮影をやってみたいと思います。でまずねちょっと電池ないんで GR3 からいっちゃいます。ここちょうどねここにあの手すりがあるんでこれ使っちゃおう。電池がないから1枚とりあえず取っちゃう。ちなみにシャッタースピード20分の1で F 値 2.8 開放です。ISO 感度がとりあえず1600で撮ってます。はい、電池がもう GR3 の電池がない。で次に ZV-1 です。でこれももう設定同じにしてあります。シャッタースピード20分の 1F これがねあの開放がまだ明るくできるんで、開けてあります。 F1.8 ですね。で ISO 感度だけ同じにしてあります。最後がですね、ライトルームカメラで撮ります。これもね、一番広角にして、20分の1の ISO 感度1600です。F 値はこれ決められないんで、オートにしてます。ピントはレインボーブリッジに合わせて回ります。めっちゃ綺麗、ね、じゃこれを、このね高感度の両方とも、3台ともね 1600ISO 感度1600で撮ってあるんでこれをまた現像してノイズがどれぐらい、乗っかってるかっていうのをあこれもこの後、写真に載ると思うんでノイズはこんな感じです。3つの写真比べたらこんな感じでした。ありがとう。番外編またね。